宮のキックオフでスタートです。大宮アルディージャ対浦和レッズ、名門同士。さあ七海さん、気になる選手はいらっしゃいますか。阿部勇樹でしょうね。はい、配球にメッセージが込められていて、チーム全体が彼に操られているように見えるピッチ上の監督ですね。はい、北澤さんはいかがですか。菊池康介ですね。的確なポジショニングで相手の攻撃を跳ね返すなど、守備の能力の高い選手ですよね。シュートブロックの上手さもチーム随一ですけども、ヘディングの強さを生かしたセットプレーでの得点力も魅力ですよね。ああ、なるほど。さあ、この能力をどう試合に生かしてくるのか楽しみです。ボールを奪います。前半6分経過。菊池、今井、金沢、長谷川、ここはディフェンスです。ここからラインの裏ですね。これはつながりませんでした。奪います。こういった中盤の潰し合いからセカンドボールはとても大切になってきますよね。スルーパス、言えない、よく取りましたね。今井、金沢、縦にボールを送ります。これは取られます。チャンスじゃないですかこれ。いやー、面白い。長谷川ゴール、大宮先生1対0。これはちょっと寄せが足りなかったでしょうか。寄せなければいけない場面でしたけど、少し遅れてしまいましたね。その結果フリーでシュートを打たれてしまいましたからね。先制ゴールが決まりました。1対0。1点先制しましたけど安心はできないですよね。はい、当然相手はアグレッシブに攻めてくるわけですから、攻守のバランスをうまく取っていかないといけませんよね。なるほど。このチップキックは弱かった。まあ、今意図的なのか少しループシュートを狙ってきましたよね。長谷川上がっていく。おーっと来た、長谷川のシュート。いいカットですね。しっかり寄せてますよね。長谷川に渡るスルーパス。面白い。微妙なところ。これはギリギリですが PK ではないという判定。しかしフリーキックのチャンス、絶好の位置です。嫌な位置からのフリーキックです。ここで引き離せるか。直接決めた。素晴らしいゴール。素晴らしいですね。大宮、大きな追加点。さあ大宮、着実に得点を重ねていきます。2対0。もう1点取るとさらに楽になりますよね。そうですね。自分たちが主導権を握りながらゲーム運びができると思います。なるほど。非常にプレス早いですね。ボールが落ち着きません。奪います。ここで取られました。オフサイドです。鈴木、インターセプト。さあ誰に出すのか。ただなりに渡る。一呼吸を置きます。ここはクリアします。今井、ボールを奪います。上がっていきます。厳しいチェックです。これはファールか。さあ誰に合わせてくるか。
セットプレーのチャンスが続きます。ボールはクリア、イエナ、いいカットですね。一気に縦に送ります。奪い返します。本当に中盤の攻防っていうのは激しいですね。お互い自由な時間とスペースを与えてないですからね。ここまでご覧になっていかがですか、七海さん。大宮としては無理しなくてもいい状況ですよね。相手の出方で自分たちの戦い方を変えてもいいと思いますけどね。オフサイドです。今度も狙ってくるでしょうか。阿部、さらに前に行きたい。さあどこへ出すのか。あのプレッシャー早いですよね。ここはディフェンスです。どういった攻めを見せるのか。いいパス出ましたね。ただなり、うわ曲がる。いやしかしキーパーよく止めましたね。奪われました。金沢、渡部、カルリーニョス、今日得点を挙げています。リ、ふわっとしたパスがつながるでしょうか。今日はいい形ですね。ダイレクト、いやー際どいコースでしたね。ボレーシュートを放ってきました。タイミングがドンピシャだったので、しっかりいいボレーシュートでしたね。渡辺、裏狙いましたね。シュートゾーンです。おー、これチャンスですね。前線へ出す。ここで前半が終了しました。さあ、七海さん、興奮のビスボと化しているスタジアム大宮、2対0とリードして後半を迎えます。さあ、後半すでにスタートしています。さあ、見てまいりましょう。渡辺、さあサイドのスペースへ。これは合いません。チャンスでしたが取られてしまいました。長いボール縦へ。さあボールが抜けてくる。中はいるのか。クロスを上げる。ただなりシュート。このボールはちょっと勢いが足りませんでした。ここはディフェンスです。これは奪い返します。渡部、カット、リ、さあどう攻めるか。このドリブルは効果的ですよ。これ拾いたい。ボールを奪います。大宮、2点のリード。チームの調子は非常に良さそうです。このトップはどこで受けられるかですね。牧野が読んでいる。ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。大宮としては非常に伸び伸びとプレーしてますよね。高橋、ここはつながりません。ペースを狙います。さあワンツーからどうだ。フォローいいですね。大宮、攻撃のエンジンをさらに回転数高めてくるんでしょうか。
七海さん、ここまでご覧になっていかがでしょう。大宮としてはシュートの本数、それから支配率、この辺は落ちてきてるんじゃないでしょうかね。特に支配率、これは相手にボールを持たれているということですからね、注意したいですね。いや、先ほどからのディフェンスいいですよね。攻守ともに非常に集中できてますよね。いいパスですね。このボールはクリアです。奪います。さあどう攻めるか。原口へ、ここは体を落ちてクリアします。このインターセプト先ほどからいいですよね。今井、金沢、富山、スペースを狙ってきます。牧野が読んでいる。奪います。このパス、サイドのスペースを使います。惜しいですね。悪くないですよ。大宮絶好の追加。これをインターセプト、自分の持っていく。堅いディフェンス、いいところ、これは奪われます。柏木、さあ左へ預けて、これはオフサイドではありません。低いボールを入れる、必死のクリア。やはり非常に守備は硬いですね。前を向けるか。スペース出ましたね。前につないでいきます。さあこの攻防、金沢ボールを奪います。ボールを奪えるか。梅崎、いい展開ですね。目いっぱいのクリアですね。ここも固い守りでボールを奪います。今井、もう時間がありません。菊池、金沢、ここはディフェンスです。奪います。縦にボールをつないでいきます。中入ってきましたよ。切り返して、3人入ってきた。ジョヨチョル、しのぐ、おっとやってしまいました。これはキーパーちょっと不運の図です。いやー、これはどうしたんでしょうかね。七海さん、今のゴールというかプレーなんですがいかがでしょう。残念なプレーになってしまいましたよね。さあ大宮オンゴールという形ですが1点を得ています。そしてここで最後の笛、3対0、大宮勝ちました。完璧な試合運びを見せてくれました。さあゲームは